よし。じゃあ春ゲームマン4月10日2021行きましょう。どうぞ。ありがとうございます。よいしょ。春ゲームマンはね、うん、去年はなかったんですよ、コロナで。そう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 。やっぱ日帰り？臨海服として。こっち？うん。こっち？うん。寒いわ。これを。これ不器用やった。うわ、クリニック売ってるやん。激アツかもかな。いや、でも悩むな。いや、いやいや、大丈夫。あそこはね、逆にクリニック一回売り切れたのよ。クリニックで売り切れて今先行で売ってるだけだから、多分もう一回再販すんねん。俺の予想やけどね。スタッフよ。中野さんや店長。もうボードゲーム界や有名よね。はい、ありがとうございます。はい、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ、どうぞ。カリコと、はい、カリコ、はい、どうぞ。ジキルとハイドと、はい、ジキル、ハイド、はい。ドンカルロ、はい、ドンカルロ。フラフープ、フラフープ。どうしようかな、ロッキー。あ、だんだん台数が減ってって、ちょっと厳しくなる系なんですよ。要は使える台数がアクションをすると、最初10分するんですけど、アクションの分だけどんどん減ってくるんですよ。はいはい。で相手に直接その狼の目を振ることができるので、そうすると狼と身近なカップルや狼と身近な比べ合いで、はいはい、狼を勝つと自分が取ろうとしたポイントが本来身近なおじかの数が多ければプラスになってマイナスになる。ああ、なるほど、ね。はい、じゃあ結構バチバチです。紙ペンだけどインタラクションですよ。インタラクションですよ。じゃあありっすね。じゃあロックザボックス。はい、ロックザボックス、ありがとうございます。はい、以上です。15,900円です。はい、相当インタラクション強いです。うん、紙ペンで珍しいですね。珍しいですよ。ものすごい相手にそのマイナスの元を放り込めるんで。へえ。あ、待って、100も貸して。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。すいません。逆に言ったら相手に対して相手のそのチェックを増やせるんですけど、はい、その相手に狼の目を放り込めば、そいつマイナスできるんですよ。あ、そういう仕掛けもできます。うわ、ちょっと早速遊びたいと。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ます黒と、うん。いや、そんなんボードゲームによるやろ。でもまあ黒にしようか。この猫が一番いいよ。猫っぽい。じゃあこの猫ダイストレー買っちゃう。めっちゃ可愛い。でもこれにしようかな。じゃあこれ、うわ、緑のやつ、うん、じゃあちょっとこれ買うわ。私もこれ買った。あれはあれだ。そう、これがめちゃめちゃ俺を欲しかったわけです。
はい、完全アブストラクトな感じです。そうですね、オセロとかに匹敵するようなものを作ろうっていうのが最初の、はいはいはい、なんかちょっとルール見させてもらった時に、はい、あれですかね、ちょっとコリドールに近い感じ、なんか向こう側に行くみたいな感じ、はいはい、あ、そうですね、たまにその似てるねっていうのが、あ、なるほどね、僕は全然知らなかったんです。あ、すごいですね、逆に。へえ。で、対岸に行くって感じ。そうですね、こちらにこうゴールしたらこっちが勝ち。ああ、なるほどなるほどなるほど。へえ、すごいな。はは。このグレーのはどっちの色でも進めるみたいな。どちらの人でも動かせますし置いてます。ああ、なるほどね、はい。渡るの自体はどちらの相手の色の上でも渡れます。はあ、はあ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 、はい。なので相手が置いてた道を利用してゴールするということもできます。へえ。すごい、めっちゃちゃんとしてる木製の。こちらですね、あの MDF っていう、はい、あの木の繊維を凝縮した繊維板みたいな、はいはいはい、ここに顔料を混ぜたもの。すごいハイクオリティ、ゲムマとは思われへんやつですよね。ちょっとね、値段帯がすごく上がってしまってるんですけど、いやいや、全然いいっすね、はい、そこはこだわりたいんで、はい、あ、じゃあ買います。で、フォロー、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ネット聞いてないよ俺は。あれ、ドッグホール売れちゃったの？ああ、はいはい、はい、キャンディーポット買いに行こうか。あ、うん、あ、撮っていいって。大丈夫だ、私行ったんですよ。あ、いえ、全然、何おっしゃいました。座ってください。これだけはいい感じに撮ってくださ。かわいい、すごいな、映える。うん、かわいい。めちゃくちゃかわいいですよね。そうですよね。そうですよね。あのストラスポット前に一番多分最初に出た時に韓国現場で買わせていただいて。そうですか。超レア。それで、そうだからここは英語のやっぱりそうですよね。そうですよね。そう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 。存在このように59個しかない。あれは。あれそんなレアなんですか。可愛くて結構なんか食器棚とかに飾ったりしてやってます。え、じゃあちょっと新作を。あ、はい、ありがとうございます。購入します。はい、でもす、え、全部作ったんです。さすがにも中国の方に。あー、すごい、僕の左肩が死んじゃう。じゃこれもちょっと飾らせていただきます。遊びます、もちろん。ありがとうございます。なんか自分では言われへん、いや、動画開けたったんですよ、さすがにちょっとダサいやん。気づかれんのやったらいいけどさ、最初、うん、初めてゲームマ行った時は、うん、とにかくもう俺も人がええからチラシをもらいまくって、もう何度もバンバンバンも買ってて、もうすぐ予算つきだし、もう極力この見ないという意識。いやいや、それも申し訳ないねんけど、見てあげたいねんけども、うん、買ってあげたいってあんねんけど、こっちも金もあるからさ、やっぱりさ、私多分全部もらっちゃうわ、とりあえず。うん、そう、ありがとうございます。で、ほんま全部一個一個説明聞きたいけど、やっぱ時間がないから。うん、あ、これはあれだね。そう、みやびね。うん。面白かったでしょ。うん、やったね、思い出した。すごい企業ブースっぽい。この会場オンザースはすごい、まあ、ボードゲーム界では人気なのね。ボルカルス、レビウス、ユグドラサスっていうのがまああんねんけども、ごめんな、すっごい人気やねんけども、俺はあんまり惹かれへんの。じゃあ俺あんまり恐竜とか怪獣って、怪獣か、あんまり好まないテーマなのよね、ボードゲーム的には。あ、結構男心くすぐるんかもしれへんけども、そう、俺だからちっちゃい時とかウルトラマンとか全然通らへんかったので、だからかもしれへんけども、でもめちゃめちゃ人気だから、それの新作としてこのゴジラシリーズが出るんやろね。
そう、第1弾がボルカルス、第2弾がレビアスで、第3弾がユグドラサス。まだ出てないのかな、確かね、うん、この3作目やね。でもすごい人気よね。だから俺もボードゲーマーとしてはこの人気やからやらなあかんな、やらなあかんなと思ってんねんけども、うーん、なんやろな、そんなに惹かれへんのよね。あんまり俺の好きなテーマじゃないっていうところかな。うん、だからお前それでほんまにボードゲーマーなんかとは自分では思ってるけども、うん、でも絵はな、細かくてすっごい綺麗やねんけどな、気持ち悪さがよく描けてるよなっていう感じ、いい意味でね。ディナーインパリー、見た目好きそうやと思って昨日ツイッターで流れてきて、あ、これそう調べた。けれども、あ、でもすごい立体コマやね、いいね。なんで、あ、手を触れないでください。あ、でも言語依存若干多いかな。まあ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 、でもこれぐらいやったら許容範囲かな。プレイ時間は40か、まあまあまあいい。でもそっちよりかはこのプレタポルテが結構欲しいかな、割と、うん、ファッションがテーマよね、うん、好きだね。いや別に俺ファッションが好きっていうよりかはなんかボードゲーム新しく誘う人にはいいかなと思ったりもするかな。でもやっぱり言語依存多いかな。あ、クアンチャイムリアが絵描いてるから、あのね、クアンチェ・モリアは何やろな、ボスクとか、あの、ボスク、あの落ち葉のやつとか、あれと一緒のイラストかな、うん、映画ね、ルールじゃない、ルール作った人はこっちね、うんうん、なんかまあ綺麗よね、やっぱりね、綺麗だね、うん、確かにちょっとそんな感じはある、ね、ちょっと分かってきた、ボードゲームを見る目が出てきたね、なんとなくこの絵はあの人やなみたいな。ファッション業界の会社運営ゲーム、あー、油絵っぽいのはそんな感じですね。そう、だからいい絵よね、綺麗よね、好き好き、この人の絵。あ、不思議の国のアリスみたいな。あ、そういうことか、テーマがね。あー、すごい、3人から14人まで、へー、遊ばれますよね、スタッフとかも混じって遊べれる。どういう系ですか？なんか時間を宣言していくゲームなんですけど、はい、プレイヤーこういう風に山札を用意して、はい、自分の番になると最初の人から1時っていう風に時計ブルグルも1時、2時、3時、4時って数字を宣言していくんですけど、はいはいはい、めくられたカードによって例えばデジタル時計が出てきたら、はい、これデジタル時計が出てきたらリバースタイム、時間の逆行が起きます。なので1時、2時って数だったのが1時、12時って逆に言わないといけないみたいな。ああ、戻さないと。そうです、時間をただ宣言していくだけなんですけど、はい、カードの効果とかによって、はい、どんどん頭がこんがるがるようなちょっとパーティー、あ、混乱系ですね。そうです、はい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 、でテンポよく言う必要はないので、はい、1時、2時って言わなくても1時、ああなる、12時みたいな感じで、あ、じゃあまた戻るから今度は1時みたいな感じで、会場の皆様にお願い申し上げます。でそのルールの名前だけこの人に伝えます。はい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 、まあ分かりにくい名前でもいいけど覚えやすいみたいな。そうですね、これからどんどん加わっていくので、はいはい、自分も忘れないような感じ、いい感じに名前を付けてあげると良いです。でこの人はそのこの人たちがやってる行動を見てなんとなくこういうルールだなっていうのを察さないで、めっちゃむずいな。他の人の手番がやる前に自分の手番が来るともうわけわからず、お前今間違えたって言われるみたいな。あー、面白い面白い、はい、っていうのを今から加えます。はー、なるほどな。いつかルールなんですけど、はいはい、例えばこの針が書かれてる時計がめくられた時とか、この時計の絵がめくられた時、時間みたいな感じでいっぱいあります、はいはい、なるほどな。だからあれですよね、逆に1ラウンド目で勝ってでもだから負けてる人もその有利になれるから逆転チャンスは全然あるよってことですよね。最終的にどうなるかわかんないですね。これにしよう。でも綺麗よな。協力なんかな。あ、ドラフトで仲間を集め仲間の能力を使い、
なんかこういうデザインのボードゲームって、まあ、たまにあんねんけどさ、なんかカードだけとかは結構多いけども、こういうボードまでもこういう感じのは結構珍しいかもしれないな。これヤブの中っていう、まあ持ってんねんけどリメイクされたのね。で、まあ、プレイ人数1人増えたりとか、これがもう紙やってんけどもプラスチックになってるから、ちょっと欲しくはなるよね、またね、うん、やっぱりプラスチックの方が質はいいからさ、紙より。どこじゃん。これ確かこうやって自分だけ犬を隠しておのおのな、相手の犬の場所を当てるみたいなゲーム。確かに。パクリかな。これ欲しいの？いらんのかい。でもなんかちょっとボードゲーマーとしてはゲームマに来てるのに面白くない買い方してるなって感じがするので、そのなんでかというと、今回割と企業ブースでばっかり買ってる気がする。俺はもっと個人ブース攻めやななとも思いつつもって感じかな。カメの要素は基本的に買っていいですか。はい、かわいい。基本的にカメと店員に分かれてプレイするゲームで、はい、亀はこの盗まれてしまった甲羅を取り返すっていう、はい、で亀はこうやって進んでここまで来ると甲羅を取り返して、はい、ここまで出口まで戻ることがゴールです、はい、で店員は、まあ、その間に亀を見つけ出すことがゴールになっていて、まあ、ただこのメロンパン、亀はメロンパンに紛れることができるので、はいはいはい、こうやってメロンパンに紛れて移動するっていうような。なるほど、あれですね、可愛くてシンプルな、なんかスコットランドヤードみたいな感じですよね。ありがとうございます。すごい好きやから、いいないいな。箱が可愛いですね。ありがとうございます。すごいこだわりの。これなんでこんな立方体、なんかこだわってって感じですか。それはまあその制作者のこだわりです。触っていいですか。でもちろん。あ、ですか。何人さそれ。あ、すごいお題いっぱいあるんですね。お題いっぱいあって、はい、青が、結構ソフトなというとちょっと語弊を感じるんですけど、ピンクのやつになるとより大人な感じのお題が、ね、はいはいはい、出てるので、すごいあのお酒飲みながらこの身内でやるとすごい。そうですね、身内でやりたいですね。そうですね。結構これは悪魔の俺の独断やけども、大喜利系のボードゲームってまあ日本海外問わずあんねんけども、大喜利系のボードゲームは割と日本人デザインというか、まあこのゲームマンの商品のは結構当たりが多いような気がする。なんでかというと大喜利ってやっぱり笑いが求められるから、日本と海外のセンスってちょっと違うやんか。そう、見てこれも結構可愛くない？可愛いね、可愛い。マグロですか？マグロです。2巻になってるんですよ。あ、ほんまや、2巻や。入ってないな、すみません。あ、すごい。あ、ちゃんとこの波なのか。中身がこんなんの。はい、2人用のゲームです。そう、2人用のゲーム。どんな感じですか？これは、まあ、将棋とか囲碁みたいなこんな感じのゲーム、はいはいはい、手番を2人でやるゲームで、手番を交互にやるゲームで、はいはいはい、で目的は相手の玉の玉、卵、あ、玉、そうですね、このゲームの王様でした。あ、なるほどね。面白い、はいはい、上下左右を埋めれば勝ちです、相手の玉の。こっちも一応何もないんで詰まってるってことになってます。はい、はい、なるほどね。で自分の番では駒を置いたりとか、あ、ごめんなさい、爪が抜けてます、ね、はい、ゲームの最初にこのゲームは寿司を握るんですよ。はいはいはい、寿司握る、はいはい、はい、どういうことかっていうと、こんな感じでシャリチップとネタチップがあるんで、はい、これをゲームの最初に重ねる。はい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 、はい、1個だけわさびが入ってるんです、シャリにね、シャリに、はい、でこれで1個のコマなんです、はい、でこれだから合計6個でスタートです。なるほどなるほど、はい、でこれを置いて動かしてってやって相手の
上下さえ埋めるって感じです、はい、できることが、まあ、駒を置く、移動させる、はい、で回転させる、はい、寿司なんで回転するんです、はい、あーなるほどね、面白い面白いで、1個特徴的なルールがあって、はい、ゲーム中1回だけ相手の寿司を食べることができます。食べる、はあはあはあはい、食べるってどういうことかっていうと、ゲームから取り除くってことですね。相手の駒を、邪魔なやつをこうやって、はい、食べることによってね。そうですね、はい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 、ただその時に中身をチェックします、はい、食べる時に何もなかったら無事食べることができるんですけど、はい、わさびが入ってたら辛いんで即負けてしまいます。あなるほどね。それで自分の仕込んだやつ相手からわからない、はいはいはい、うまく相手の懐に忍ばして、まあ、食べさせるように誘導して、まあ、でただ普通にゲームして済ましてもいいですし。でもスリルやばいですね。だってそう食べたら 一発アウトってことですよね。結構ドキドキしますね。なんか将棋っぽいことしてんのにドキドキする。あいいな、かわいいよな、うん、どうメロンパンと寿司っていう合ってないけどでも箱両方可愛くない、うん、同じ感じね、いいね、両方心理戦やしね、うん、ハバまあ僕はねやっぱりハバのボードゲームは不安ですから、ちょっとここは不安ですから、ね、ちょっとやっとかないとね。2300円と言います。ガチャガチャとかめっちゃ久々やねんけどあ出た3個入って3個ね。あ、なんか大きいの出てんけど。本当だ。何それ？どうやったっけね。あ、でもスターターなかったけど可愛い、これ。これ当たりですよ。これマジ当たりっすか？大きくも当たりやって、やった、得得得。え、すごい。イエーイ。ドイツの浜社さんが作っている。はい。口に入れても大丈夫なトリオを使っている。あ、そうか、子供向けやから。ブナの木を使ってるので、はーへーすごい、本当にすごくこだわってハマさんが作ってるので、はーはーはー、これネズミやん、それネズミなの、あーネズミなの、じゃあ俺ちょっと後で口入れるわいいよかわいい、洗濯バサミの、洗濯バサミ、あとアヒルだよ、アヒル、洗濯バサミと、うわ何いいやん、洗濯バサミかわいいやん洗濯バサミ本当に挟めるよ、アヒルと星かな、なんかな、いいじゃん、なかった、いや洗濯バサミ当たりちゃう、これは当たりなんかバネもついてるし、確かに、はい、ゲームマ2時39分、割と4時間半ぐらいかないたかなってところですね。そうね、初めてゲームマ史上4万円切れたかもしれん、あと5万持ってきて1万円札余ってたから、かなり優秀な方じゃない、何がいいんか、かでもね無駄に買えばいいってもんではないから、かなりいいところかな、うん、4万しか買ってないけどなんか前より重くて、あ本当